レール博士から、今度発売するスシロープラレールの、回転寿司セットの、研究をせよという命令を受けたので、実際に寿司を作ってねえよ。寿司は作んない別に。回転寿司やって食べてみようと思います。イエーイ。撮影しているのはプラレールカフェプラタック、大将は、プラレールカフェプラタック店長たっくんパパさんです。助手はチビペタです。そして今回の動画より、突然連れてこられた客まだ状況分かってないこいつ。そう、どういうことっていう感じの顔をしておりますをやろうと思います。じゃあまず作るとこから、はい、レイアウト、客も一緒に、はい、レイアウト作って客も、これだね。まずはカーブ。ご家庭で実際に遊ぶ時の様子なわけですね。あ、そうですね。どっちがどっちだっけ？緑がこっち側に、こっち側だね。じゃあこれをこっち。ちなみにここにちゃんと説明書もあります。でここに、あの人はあの説明書読まない人が作ってるけど、ちゃんと説明書はあります。説明書読まないおじちゃんに説明書読まない子供が作ってるから。こう来て。こう来て、ここカーブだね。はい、ここカーブだね。せやな、はい、せやな、せやな、せやな。なんか消毒液出てる。めっちゃ消毒液出てるよ。ストップレールなんてものストップレール。タクオ側はあの駅だね、あの左、あ、そうそうそう。ストップレールはその駅、タクオ側駅。ねえねえ、凹凸逆、凹凸逆。駅ほら、何がじゃねえよ。プラリールカフェの店長でしょ。あれあれ、これはこれでいいの、うん、で、2分の1があとどこに入る。ストップレール何個か足りなくないか。ストップレールはストップレール足りてるよ。うん、タコタコ水のレールを入れます。どうに入れればいい。お前これレイアウト広げてみよう、読んでんじゃねえよ。あ、広げてみようなのか。その辺に行きたいの。説明書読まない父と説明書が読めない息子だった。楽しくなっちゃう。ストップレールなんか向き違くない。違うね。そう、これがどっちが、これが最後。え、本当にだってほら向こうは長さあるけど、こっちはまだ長さいらないんで。そうそうそう、頭から。ああ、そういうことか。直線一本多いんじゃない。え、違う。水色は2分の1が入るね。2分の1入る。こっちじゃないんだね。ああ、違う、毛糸側が1本足んない。こっち1本、こっちが2本。いや、違う、違う。こっちが、うん、そう、そう、そんなレイアウト作るのにこんなんなってんの俺ら。もうレール博士だよ、この人たち。なるほど。あ、はい、これか。はい、オッケー。はい。で、これであと車両を乗せて。ちょっと、あの、乗せる前にさ、これにくっつけといた方がいいじゃん。あ、そこ硬いんだね。そうそう。よし、上からじゃなくて、タクオこの箱一番奥に、あの、この向きで。はい、そう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 。あ、いいね、いいね。いいね、いいね。いいよ。で、よし。一応、服試運転した方がいいんじゃない。はい。じゃあ、お皿を。皿乗せてからの方が。めっちゃ車輪外れてます。これ、お皿洗ったんだよね。はい。お皿消毒済みでーす。はい。じゃあ、まずスイッチを入れてみて。それか、あ、連結外れたよ。あ、連結が。よし、はいはいはい、オッケーだよ。お、大丈夫そう。あ、これ違うよ。合ってんの？合ってんの？合ってる。後ろ向きで書いてた。よし。じゃあ、はい、じゃあ寿司登場。寿司。じゃーん、近所のイタリア料理で買ってきたやつ。さっき気づいたんだけどさ、ガリガリガリっていかないんだよね。ガリガリ。普通のプラレールだとさ、スイッチ止めなくていいんじゃない？そのためのあのストップレールでしょ。そうだね。じゃあちょっと
落としたままですね、うん、はい、じゃあ手はじゃあ消毒で。普通のプラレール中間車がさ、ほらあのストップレール通るとさ、ガタガタガタってなる。ああ、ならないこいつ。ああ、そういうあれをしてあるかもしれないね、もしかしたらね。それは何から握りましょうか。その手ない。あ、何から握りましょうか。何から、あ、何から、あ、そ、マグロベジャー。マグロ、マグロだって。はい、かしこまり。もう握ってあるけどね。っていうか、あの、3皿あるんだから3つだ。あー、じゃあ3皿。はい、エビと、エビと、エビ、エビとイカで、イカで、イカ最後の一つ、軍艦にしね。あー、軍艦、軍艦、飛び込んでよろしいですか。飛び込んで、はい、かしこまり。落とさないでね。よし、はい、はい、じゃあ、あ、ストップレール、はい、スイッチオン。じゃあ、参ります。参ります。はい、どうぞ。はい、お待ち。怖っ。おーい、はい、お召し上がりください。いただきます。マスクしたら湧くの。そうか。消毒をお願いいたします。あ、そう。めっちゃびっしょびしょ。びっしょびしょ。あれに醤油入れたらちょうどいいんじゃない。醤油これつけなきゃダメなの。いや、いいよ、あの、お好みで。お好みでどうぞ。あ、やった。消毒が。はいはいはい。はい。あ、ちょっと。はい、いただきます。お皿取ってからでもいいんですよ。お皿取って。あ、お皿取って。そうか、そうだよな。お皿取ってんですって、そういうもんだよね。それで、抜けてた。もう、あ、そうそうそう。それはね、改装しないといけない。戻すのか。戻すんだよ、これ。味は、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 あ、美味しい。何これ。はい、特急レーンの皿ってもしかしたら戻したかもしれない。あれ、わかんない。店員が回収していく。あ、スシローって今特急レーン、え、こんな感じのが持ってくんの。寿司、わかんない、俺寿司、スシローは特急レーンはないです。スシロー、俺よく行くけど、なかった気がする。はい、あの、予約済みって書かれたやつが来た気がする。じゃあこれ今、そう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 、あ、特急レーンってピーって入んなきゃいけない感じじゃん。はい、じゃあお皿入れ替えます。そうですね。はい、水筒、はい、水筒のやつ。はい、次は何握りましょう。あー、サーモンと、サーモンと、何があるの。サーモン、イカ、卵なんかもございますよ。あ、卵いいな。卵で、卵、あとは、じゃあイカで、イカで、イカ、イカ、それだ。あ、ガリなくて大丈夫。はい、じゃあ、よろしく。まあまあ、発射。はい、お待ち。なるほど。はい、ありがとうございます。お皿を取ってから、お皿を取ってから。なんでしょうね、このこの絵面。なんとも言えない。へえ、でもこれ使うとお寿司食えるんだな。 あ、でも実際のセットにお寿司は入ってないですからね。お寿司はご家庭でおにぎりください。こういうね、お寿司、お寿司のおもちゃは入ってない。お寿司のおもちゃとお寿司をいっぺんに使うと間違っておもちゃ食べちゃったりするから、そうですね、一緒には使わないでください。こんな感じですかね。はい、じゃあ戻してください。お皿改装、はい、前通り以上でしょうか。以上、このために寿司を食うために突然呼び出されたたっくん、あの、何か感想を。何か感想、なんか感想。美味しかったですか。美味しかったですね。普通に食べる時と、この今回こうやって寿司の回転寿司を食べる時と、話を広げ始めたよ。どっちが美味しかった。あー、普通に食べる時。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。